お父さんにも配信してること言ったし。てか、バレてた。おめえ変なことしてんじゃねえぞ、みたいな。変なことはしてないよ、と。なんかね、理解してなかった、ま <laughs> ずお父さんが理解してなかった。<laughs> インターネットのことも理解してないから <laughs>。まあ、まだ大丈夫だと思う。俺がなんか感動されることはないと思う。<laughs> 感動されることは。そう、住所の件も言われたんだよ。その、お父さんとお母さんにね。 な、な、インターネットに、住所とか載ってて大丈夫なのかって言われたんだけど、その、大丈夫じゃない人もいるじゃん。大丈夫じゃなく生きてる人もいるけど、やっぱり、その、で、会社の社長とかだってさ、自宅なんてすぐバレちゃうじゃん。多分。登記簿なんか見て調べたらすぐわかっちゃうでしょ。で、それ、やっぱ社会的に責任を負う気持ちがあって、ね、登記してるわけじゃん。 俺もそれと一緒でって言った。後ろ見たいこと俺は一切してないし、俺人生で警察のお世話になるようなこともしてないし、今後もするつもりでもないと。未成年の女に、女は抱きまくるけど、未成年の女には絶対手出さないし、お父さんとお母さんの顔に泥を塗るようなことはしないという、静かなる意思表示ですって言ってきた。<laughs> お父さんとお母さん感動してたよ。感動してた。だから警察のお世話になるようなことはしないって言ってた。 お,とお母さんの、その俺に対する、のなんていうのかな、論評みたいなのが結構やっぱ的を得ていて、あのー、ニコ生やってる有名な人たちってやっぱりさ、どこか汚れてる人が多いじゃないと。その、働いてる働いてないとか、じゃなくて、なんかちょっとやっぱ変わってるというか、上記を意してる人が多いじゃんって。もうそうだよね。でも俺も十分上記を意してるよって言ったわけよ。お母さんの口からうなちゃんマンとかさ、て言って。<laughs> うなちゃんマンとかさ、上記を意してるでしょみたいな。<laughs> でもやっぱあなたのいいところは、絶対に、そのギリギリのところまでは行くけど、一歩、どこがやっぱ臆病だから、いい意味で臆病だから、一歩必ず、踏み、踏み込まない。その言ったとしても、じゅんちゃんはしないだろうなっていう変な安心感があるから、視聴者のみんなは、それどっちかというと、否定的な意味でじゃなくて、応援してくれてる人が多いんじゃないって。 その生主とかの人って結構さ、悪口バンバン書かれるけど、書かれて視聴者多い人はいっぱいいるけどさ、どっちかと,いうと同意してくれながら、その、視聴者がいっぱい多い人って多分あんまいないと思うんだ。あなたはその良さだけは絶対に、そう、仕事辞める辞めないとうんぬんじゃなくて、そこだけは絶対に、その、大事にしていった方がいいよって言われて、あそうだよねお母さん分かってるねって俺言っといた。<laughs> その、やっぱ変な安心感があるというか、絶対に変なことはしない。だからこそ、変なことが言えるっていうか。 変なことしながら変なこと言ってたら本当に頭のおかしい人じゃん。多分社会に迷惑かけんじゃん。社会に迷惑かけずに、ちゃんとそこの、その一歩絶対、超えちゃいけないラインを絶対に超えないんだっていう、その変な安心感があるから、その悪口言ってても、まだ、あの、安心して見てられる部分があるんじゃないって言ってたわ。俺はそれで気が大きくなったね。お母さん分かってんじゃん。さすが、おめあれだよ、おめの一番いいところは俺を生んだところだよって言ってた、そしたら。 お母さんすごいんだよ。なんかそういう客観的にね、その配信とかも見てるらしくて。<laughs> お母さんすげえいい人なんだよ。ほんとにいい人なんだよ。客観的に。見てくれてさ。なんかお母さんのタグがついてるやつは見てるらしい。うんこちゃんスペース、お母さんで検索して、それでなんか変なのが出てきたって言ったな。なんだっけなあんまりお父さんの悪口言っちゃダメだよって言ってたら。 俺お母さんの悪口言ったこと一回もないのね。あんまりお父さんの悪口言っちゃダメだよって。バレたら怒られるからって。気をつけなきゃいけない。い見られてるという自覚が。そ親戚とかも結構見てるみたいでさ。でも、別に誰に見られていようが変わらないんだよ、結局は。あの、放送つけちゃうとた、もうユーザーで放送つけちゃうと、 いろんな人が見てるのね。俺自分、これ言ったら都合悪いだろうなっていう人がいっぱい見てるんだけど、もう、止まらないんだよね。いい,い意味で。それはちょっと、これからも継続して、日終わらずに、行こうと思います。言いたくないことは言わなくていいと思うんだよ。言いたいことはやっぱ絶対に、どんなことがあっても、ね、その気持ちを、素直に、言っていこうかなと思います。<laughs> <laughs> いい意味でつけたらいいおしっこしてくるわ。<laughs> おしっこしてくるからみんな待っててな。